下絵をトレーシングペーパーに写します。下絵に関係のない部分にセロテープを輪にしたものを貼りましょう。そこにトレーシングペーパーを置きます。硬筆用のできるだけ濃い鉛筆でなぞっていきます。これをそっと外します。そして今度は裏返しにゴム板の上に置きます。そしてずれないようにセロテープで貼ります。この時線の上にかかっても構いません。今度はボールペンか HB のような硬い鉛筆でなぞっていきます。見えるでしょうか。なぞったところが映ります。これで写せました。セロテープを剥がしましょう。これではまだはっきり見えませんので、はっきり見えにくいので油性ペンでなぞっていきます。この時形も少し直していきましょう。